矢上蓮の王子チャンネル。はい、というわけでですね、今たった今 2,3 分前に帰ってきました。まあ帰って手洗いうがいだけしてで今って感じなんですけど、今日めちゃくちゃ暑かったね。何度あったんだろう、超暑かった。いやー、なんで見てください、アイス買ってきました。汗見えるね。じゃじゃん、チョコミント。いやー、めちゃくちゃ歩いた。だけどやっぱ太陽の下で歩いたりするのって大事なんだろうね。なんかすごく体内時計というかが、戻ってき気がします。なんかね、部屋の中でとか、まあ今外結構出づらいじゃん。なんで外出ずに家の中で携帯とか YouTube とかね、まあゲームとかばっかりやってると、やっぱね、なんか自律神経がすごい狂うみたいで、なるべく外に出ようとは思ってますね。まあなんか用がないなら外出れない方が今の時期いいんだろうけど、まあ運動することと太陽を浴びることっていうのは大事なのかなと思います。まあそんなんで別に今日はダラダラとアイス食べながら、あー嘘、さっきコンビニで買ってきた、ちょっと飛んだ、最悪よ。え、マジで、え、5分前とか10分前にアイス買ったばっかなのに超溶けてる、見える、超溶けてんだけど。そんなことある？これは気温のせいじゃなくない？うわー、ベタベタ。ちょっと待って、大変、ティッシュの上に蓋を置きたい。あーもう扇風機もつけたからさ、飛ぶ飛ぶ、すいませんね。というわけでアイス食べながら話していこうかなと思います。なんかアイスってやっぱ美味しいよね。これちょっと一人でこの草は結構きついんだけど、あとアイスって食べるとさ、糖分、血糖値上がっちゃうからさ、喉乾くじゃん。だからうわすごい汗、ここやば。ちょっと汗をかいてる矢上蓮をお楽しみください。というわけでね、何の話をしましょうか。そうだ、俺都市伝説、なんか都市伝説ってさ、なんだろう、難しいんだよね。なんかいい、すごい話したいんですけど、まあ賛否両論あるというか、叩かれることも多いなと思って話すことで、まあ別にこれが YouTube の都市伝説のばっかり話すチャンネルだとしたら、なんだろう、そういう都市伝説の好きな人が集まって、なんだろう、好きだから見るっていう視聴者が多いと思うんですけど、このチャンネルって別にそういうわけじゃないじゃないですか。なんで多分意見が分かれると思うんです。あ、じゃあこの意見が分かれるっていう都市伝説をしましょうかね。まあこれはゆっくりやんわり話すんで、なんかみんなが不快な思いをしないように話すしますね、できるだけ。なんか都市伝説とか別興味ないよとかの人も聞きやすいようにマイルドに話していくんで、もしやばいこと言ってたら後でピーつけるんでね。まあなんかそんな感じでグダグダ話していきたいと思います。で、なんで別れるかっていうと、あ、まあなんて言うんだろうな、じゃあ簡単な話、じゃあコロナをめちゃくちゃ怖がっている人と、コロナなんて風邪だって言ってる人って分かれるじゃないですか。ワクチンも打った方がいいよっていう人と、打たない方がいいよっていう人で分かれるじゃないですか。で、まあそれはなんだろうな、
多分皆さんはそのどちらかに分かれると思うんですけど、その分かれるということが偶然ではないって俺は思ってます。あえてそうさせられている。うん。なんで難しいですね。なぜ分かれるかというと、まあ目玉焼きでも、じゃあ醤油派だケチャップ派だとか分かれると思うんですけど、まあ好みってあるからやっぱ分かれちゃうんですよ、人間どうしても。でなんでその金持ち連中がその分けたいかっていう揉め事を常に起こしておきたいんですよ。なぜ揉め事を起こしときたいかっていうと、まあ一つは大事な法案とか政治のこととかを通したいからっていうのと、だからそっちに目線を向けておきたいからっていうことと、あとは別れてた方がお金になるからですね。それが一番かな。別れてた方がお金になるんですよ。平和っていうのはお金にならないんですよ、基本。揉めてた方がお金になる。だからずっと揉めてるんです。で、戦争がある時ない時ってどっちが多いと思います？この世の中、人類が誕生してから戦争がある期間の方が長いんですよ、人類。なんで多分今から何歳以下の人たち、1945年に戦争が終わってるんで、55プラス21だから76歳以下の人は戦争経験してないじゃないですか。なんですごくそれは運がいいことですね。はい。これ戦争の話もちょっとしようかな。まあこんなね、ただ都市伝説が好きなだけで、そんな別俺は科学者でもないし論文書いてるわけじゃないんで、そんなやつがね、何を言ってるんだって感じだと思うんですけど、まあいろんな知識をいろいろ入れて、俺なりの解釈で、ああこうなんだなって思うことを話してるんで、これは一個人の考えなんで、ちょっと叩くのもやめてくださいね。調べればいろいろと出てきますから。はい。なんで世の中はそうですね、なぜ揉めてるかっていうと、お金が動くからですね。うん。それが第一ですね。何もないと本当にお金って生まれなくて、うん、じゃあ建物があって、そこに建物ずっとあったって、お金ってそんな動かないんですよ。でもそれを壊したりとか反対とかしたりするとお金って動くんですよね。なんでこうやって自然と分けられてるっていう話をしました。うん。はい。あと何の、あ、戦争の話も軽くしようかな。これはもう皆さん自分で調べてほしいんですけど、アルバート・パイクっていう人がいて、その人もう死んじゃってる昔の人なんですけど、その人は第一次世界大戦が始まる前にある予言を残してるんですよ。でこれ多分都市伝説好きな人は結構アルバート・パイクっていう人のことを知っていると思うんですけど、ぜひちょっと、まあ、Google でもいいんでね、アルバート・パイクの予言っていうのを調べてほしいですね。第一次世界大戦はこれで起きますよ、こういう理由で起きますよ、どこどこを潰したいから起きますよ、第二次世界大戦はこうで起きますよっていうのが書いてあるんですよ。それが第一次世界大戦が起きる前ですよ。全部当たってるんですよ。第三次世界大戦のことも書いてあります。なんでまあ間もなくなんでしょうねって思ってたら、もし来た時に、ああこういうことなのか、あイスラエルでこういうふうにたくさん起こってるのはこういうことなんだっていうのが分かってくると思います。なんでちょっとアルバート・パイクの予言、これはもう P 入れません、このワードだけはね、絶対。なんで、あーそうですね、ちょっと待ってくださいね、どこまで言っていいんだろう。うん、ちょっと調べてほしいですね。
はい、とりあえずそうですね、そう調べてほしいなっていうのと、なぜそうなるのか、なんでその人はすごい地位の人なんで、まあ1年に1回、まあ、今で言うとダボス会議っていうものがあるんですけど、そこである程度の世界のシナリオを決めるんですよ。でそれにとってやっているってことですかね。はい、なんでその通りに起きちゃう。まあ起こすべきことっていうのが順番にある程度あって、議題に上がって、あ、今年はまあこれまでにこれをやろうっていうのがたくさんあって、その順番は変わることはあっても基本それは行われるんですよ。なんでね、まあオリンピックもねのことも多分あったでしょうし、いろいろあるんですけど、そうか、あの話もいいかな。世界で一番売れてる本って何かわかります？ちょっと考えてほしい。何がベストセラーです。そうです、聖書です。聖書がまあ世界で一番売れた本ですね。売れている本か。でまあ宗教の話はねあんまりしたくないんですけど、まあキリスト教徒ってたくさんいるじゃないですか。でキリスト教徒の中でもたくさん分かれるじゃないですか。まあカトリックとかね、いろいろ分かれるじゃないですか。でその聖書に書いてある、聖書っていうのは何だろう、神の教えだったりとかいろいろ書いてあるんですけど、あれって予言書でもあるんですよ。こういう風になっていきますよ、こういうものが現れるっていうのが書いてあるんですよ。その通りにしないと、それを信じてる人たちが、え、今まで信じてたのに嘘じゃんってなっちゃうんですよ。だからそれの通りにならないとダメなんです。だから世界はこうなっているっていうことがわかるので、ちょっとねそういう角度で世界を見たりすると、それはそれで面白いのかなと思います。どんどんアイスが溶けてくる。そうですね、もう平和がいいんですけどね。何に対してでも否定ってできるから本当に難しいよね、平和って。今いろんな風にじゃあ戦争でこっち側こっち側って言って、両方とも良かれと思ってやってるんだよ。問題なのは誰も悪になろうと思ってやってないのよ。一つが全部統一しちゃえば新しい新世界を作ろう、国境というものをなくそう、そういうものがなくなれば平和になるんじゃないか、そう思って動いている人たち。でもそのための犠牲は国を取ったりとか領土を奪ったりとか、もう全然日本もその人事じゃないというかね、他落とされたらまあ日本、次は日本でしょうっていうのがあるので、うん、そうですね。一体じゃあどこが一番悪いのか、これはさすがに言えないかな。間違ってるかもしれないし、大体皆さんアメリカとか中国って言うと思うんですけど、世界の歴史を考えると違うと思いますね。はい、なんでいろいろ世界にのニュースだったりとか、まあね、日本は日本語しか使えない方、俺もそうだし英語読めないから情報は限られてしまうんですけど、本当に面白いと思うので、ちょっと皆さん独自でね、俺あんま叩かれたくないんでね、こうだとは言いたくないんですけど、ちょっと調べてほしいと思いますね。どれぐらいの歴史まで遡ればいいか、シュメール文明とかも調べたらちょっと面白いと思いますね。その辺から結構始まってます。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。
いやバイバイって言ったんですけど、なんかこのままだとちょっと、まあ、やんわり楽しく、あ、これだと都市伝説を好きになってもらえてないと思ったんで、まあ、アイフも残ってるフェもうちょっと話そうかな。やっぱ UFO とかそういう話がいいのかな。でも UFO ってこの間の6月25日に前のね、アメリカの大統領のトランプさんが、まあトランプさんが任期中にその宇宙のことだったりとか UFO のことだったりっていうのをちゃんと公表しなさいっていう風に言って、それが決まって、でまあそのやつが決まったもんだから、まあその宇宙のことに関して国防総省なんだろう、それ NASA とかそういうののが発表しないといけなくなったんですよ。それが6月25日で、ついにこの間ですね、発表されました。で、未確認飛行物体イコール、まあ、UFO なんですけども、結果ですよ、気球って間違えてるのが1件あった、あと何百件か飛んでいたという事実は認めました。なんで未確認飛行物体でっていうものはないっていうことだから、 UFO のことを話してる人はバカだとかそういう風になったんです、なってたのが今までだったんですけど、あるっていうことはアメリカが認めました。なんでそので、その答えを言うと、結局わからないっていうのを、結局なんだかわからないっていうのが答えでしたね。6月25日に出た。でもわからないってことはある、あったけどわからないっていう風な答えだったんで、あるっていうのが決定したんですよ。でも今まであるっていうこと自体がなかったんで、すごい大きな一歩なんだなぁと思ってます。で、じゃあその正体は何なのかわからない中で3つあったかな。じゃあアメリカのまだ隠されている最先端の技術で、中国とかロシアが、アメリカじゃない国が独自に開発した新しい技術って言っても、今の技術の100年もう何百年ぐらい先の技術を使ってたっぽくて、それはもう今の技術じゃできないし、どうやってやってるんだ、だからわからないっていう風になりましたね。それか選択肢の3番としては、まあ、それこそ宇宙人です。宇宙人が作ったものなんじゃないかって、でもわかんないぐらいの答えでしたね。ちょっと調べたらなんか9ページぐらいのものにまとまってて、確か翻訳されているのもあったんで、はい、ちょっと調べてみたら面白いのかなと思います。こういうね方がいいよね、ほんと都市伝説は。だからじゃあもし話すとしたらテーマを決める。じゃあネッシーだったりツチノコだったり、もうそれも答え出ちゃったんで、ネッシーだったりツチノコとかは、ツチノコとかはヘビが食べた状態を見た人でツチノコっていう風になっちゃったりとか、分かっちゃったら夢がなかったりするんですけど、あとなんだっけな、ネッシーは忘れちゃったな、でもネッシーは嘘でしたってなんか発表されちゃいましたからね。でもそれが本当か嘘か分かんないですけどね。あとはウバザメの死骸だったとか、なんでまあ都市伝説ね、いい、まあまあこういうののコメント次第だな。別にだから分かれる世界になってるっていう風なのは上の希望なんで、ほんと上の希望なんで、ちょっと上の話もしたいな。悪魔の13血流とか、あのね、イルミナティとかの話もしたいんですけど、それはまあ考えます。